Space Monkeys TV。 はい、ウェルカムスペースモンキーズ TV へようこそ、サルです。さあ、今日は久しぶりじゃないかな、ルアーレビューになります。今回はですね、私がですね、本当に待った、発売されるのをずーっと待ってた、釣り具屋さんに行くたびに、ジャッカルのコーナーに行きまして、フリックシェイクのコーナーに行って、まだ売ってないかと思ったんですけど、これ八王子のキャスティングさんで見つけました。ついに発売、フリックシェイクのネコリグ専用フリックシェイクですね。こちらようやく販売されておって買うことができました。さあ、早速どんなものか見ていきましょう。ジャッカルの代表するワーム、フリックシェイクのネコリグ専用です。行ってみましょう。はい、それがこちらになります。ネコリグ仕様、ヘッドにボリュームを持たせたネコリグネコフリックになりますね。ネコリグスペシャル。さあ、こちらの方ですね、早速開けてみましょう。カラーの方なんですが、これはコーラルブルーギルという名前になります。で、こっちの方が、グリーンパンプキンペッパー。もうね、困ったら、グリパンという感じですね。さあ、こっちの方、どっちを開けようかな。こっちの方にしましょう。こっちをね、今回ネコリグに実際にしてみて、どんな動きが水槽で繰り広げられるか見ていきましょう。はい、まずこちらのもっちりとした頭の方に進化の方入れていきましょう。こんな感じでグイグイと入れていきますと。で、この尻尾なんですけど、この上を向いてる方と下を向いてる方、これ針をどっちにかけるかで方向が変わってくると思うんですけど、ほんと使ってみて好みだと思います。まあ、ある意味この向きの方がいい、あの向きの方がいいっていうこだわりを出すより適当に刺した方が面白いかもしれない。自分は尻尾上向きでこんな感じで刺していきましょうかね。まあ、これはほんとポイントポイントで自分で見極めてやるのも面白いしね、いろんな動画を参考にするのも面白いと思いますし、俺はね、結構ね、このケースにはここ、このケースにはここって決めないで、なんかもうランダムで楽しんだ方が面白いと思う。あ、ここに刺したら食ったよ、ここに刺したらこんな動きしたよっていうのを見つけるのもまた面白い身なのかもしれないな。全然使ったことないから分かんないですけど、まあ、とりあえずベーススタイルここでいいんじゃないかな。あと、ここのどうなのかな、この針を刺してくださいポイントに刺してもいいのかなとも思う。こんな感じかな、ここに刺しても面白いんだと思う。まあ、頭の方に刺す方、中間に刺す方、ここのポイントに刺す方でちょっと使い分けて動きを水槽で見ていきたいと思います。それでは行ってみましょう。はい、それではネコリグ仕様フリックシェイク、通称ネコフリ。さあ、水の動き見ていきましょう。まずはこのポイントのところから刺した状態の動き、これをまず見ていきましょう。徐々にね、中間、そして一番下の方でつけて動きの違いを見ていきましょう。まずはポイントからいきますよ。さあ、新しく水槽の中に石が入りましたので、より一層ナチュラルの水槽に、水の中に近づいたのでは。いきます、落とします、ポーン、そしてもう一回ポーン、こう地面にドンドドンってついた時にバルンバルンってなる、バルンバルン。これって実はすごい重要なことであって、ピンコ出しする前のこの頭で地面をノックするこの仕草、ボンボボン、これって結構リアクションバイトを誘発させる、可能性が高いっていう風によく言われるよね、業界では。どんな業界だって思うけど。で、一点シェイク、一点シェイク。あ、結構あれなんだな、尻尾を上げて立つのがこのポイントの場所なんだな。っていうか色がいいね、このちょっと赤っぽいようなフォルムに、こうキラ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 、青いこうきらめきがちょっとわかるでしょうか。キラ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 って光りますよね。ほら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 、これすごいな、この色やっぱ買いだったな、よかった。じゃあちょっとポイントを変えてみましょうか。はい、次は今度はこのポイントと先端のちょうど真ん中あたりに刺してみました。この動きはどうなるか、いきますよ、落とします、ほい、あー、まあまあまあ動きはそんなに変わんないのかな、トントトン。ちょっとでもあれだね、立つ姿勢というか、まあやり方次第だろうけど、もう一回いきます、もう一回落としますね、いきます、せーの、トン、あー、まあまあまあ一緒なんだね、いきます、トントン、ちょっとなんだろう、気持ち倒れるのが早くなったかなとも捉えられるような感じがするけど、まあ一緒か、うん、そうだね。じゃあちょっと一点シェイクしてみます。
ちょっと低姿勢になった。立ち上がりが弱くなったかもしんない。うん。立ち上がりが弱くなったというか、頭がより、こうね、フックがね、頭寄りになったんで、下のね、ネイルシンカーは刺さってるとこ寄りになったんで、こう、なんだろうね、浮き上がる仕草が強くなったかな。よりこう、なんだろう、リアクション的に一点で、こう誘うというよりかは、ピョンって跳ねるこの一瞬のエビとか、魚が逃げる仕草を作るんだったら、このシンカーを刺した方に近いところに針を刺していった方が、よりこうリアクションでキビキビした動きだね。ピョンピョンと。で、ここだと一点でネチネチネチっと攻められる。もっと頭の方にちょっとつけてみますね、今度。はい。次はもう、重りの超近くに針を刺してみました。さっきはここ。で、一番最初はここ。もうこの重りの頭の本当に近々。めちゃくちゃ近いところに刺してみました。さあ、落としてみますよ。フォールに何か違いが出ればいいんだけどね。いきます。ほい。あ、早いな。やっぱ早い。ちょっとスライド気味。スッてね、横に入るような落ち方。いきます。もう一回落としますね。ほっ。そうだね。斜めにこう、スッて落ちる感じだね。よりこう、ジャンプと機動性が出た。おぉ、おぉ、おぉ、すごい、すごいすごい。ちょっと向きを変えていきますよ。飛ばしますよ。トゥッ、ほら、今、向きを、こっち側にね、頭にしました。で、この感じで、こう、糸をね、持ってます。で、引っ張ると、走るんですよ。あんだけ。ピュッと。ピュッと走るんですよね。ほら、ほら、すごい横移動するんですよね。頭の方につけると。ほら。はい。ということで、ちょっとね、見えにくいところもあったかと思いますが、このワームの、ここの先端の方ですね。より、重りをつけた方の先端に近い方だと横に動く。中間だと、縦に動くリアクション。で、このポイントのところにやると、一点シェイクでの、ネチネチとした誘い方ができる。いや、これは面白いかもしんないですね。やってみてよかった。自分でやってみてよかった。さあ、それでは戻りましょう。皆さんどんな動きが好きだったですかね。このポイントでの一点シェイク、中間での縦によるリアクション、先っぽによる横の高速移動。この3つの違いがね、こう出て、いやー、なんか自分でやってみて本当に今日は良かったと思います。はい、てな感じでね、今回これを水槽の動きを出してみました。参考になってくれたら嬉しいかと思います。俺は本当にやってみてよかった。こんなに動きの違いが見れてね。実況が楽しみです。以上、スペースモンキー TV でした。バイ。